言ったこれは着る着る服を着るちゅだこれあげるあげるとかくれるって意味あちゅせよとか聞いたことないくださいになるんだよ、ね、私がこのすみだこのなになにますっていう言葉を今勉強してたね じゃあ、直していくと、じゃあ、これ読みますにしたい。これをダを消して、イの後にパッチムがあるから何が来ますかスミだ。そうそう、すみだ。で、これで発音がね、イクスミだ。スミだ。スみだそう。すになるイって、あの、息が止まっちゃうので、次のすがちょっと強くなっちゃって、イクスミだ。 そう,そうそう。これで、読みます読みます。あしもけ、じゃあ、いますみなんか作ってみよう。手紙って、韓国語でなんて言いますかあ、手紙手紙は、ピャンジー。ンジー、ンジー。そ,そうそう。ピャンジー、イクスミだ。ンジー、イクスミだ。テガミヨミマ 発音してみましょうネット記事を読みますわインターネット記者ルイクスミ手紙を読みます読んを読みます最近あれとかよく聞かれるねあの中学生とかで黄色い制服の学校に行きたいんですけどあれねソゴン屋っていうの、えっと、短くしたやつやけどソウル、ゴンヤン、イエスル、長いでしょ <laughs> オール公園芸術高校、うんうん、これはもう韓国トップレベルですここは、うんうん、日本よりはるかに質が高いって感じここ <laughs> ここはそうだねまあ一般人も入るけど契約した子たちを会社が行かせるっていうケースもあってえ単語だけもう一回いきましょうジャンパはジャンパ アンバーパーがバーになるね、韓国語。バー、バービーブーベーポーパー。制服は標本。標<房>ずっと踊ってるみたいな。入試大学入試のためにずっと踊ってるみたいな。スメンパスーパーとか聞いたことあるスメンパスーパーストリートモンファイターとか。あの番組あったんだけど。これに出た来るあのダンサーの人たちが結構、あの、 このサゴゲ出身が多いんだよねそう。これで結構、なんかアイドルもそうだったけど、ダンサーがここ出身が多いっていうのが結構噂になって、結構、もともと入りにくかったけど、もっと入りにくくなったって聞いて。まあ日本の方は外国人だから、外国人で入試して入るのは、まあ韓国人よりは簡単かなぁと思う、うん。 韓国語は結構かなりできないと受け入れてくれないって感じまあだもんね、やっぱ韓国語で授業を受けるから。わからん。まあ、んて、チャーれじゅお母さんに車をあげますで。韓国はね、ヒョンデ、ヒュンダイとか、ヒョンデギアこ。この車のブランドをよく乗ってる、ね。ヒュンダイっていうのが日本のなんかトヨタみたいなものです、韓国 こういうのもちょっと覚えといた方が、韓国人としゃべるときに面白いと思います。ヒョンデキハ。これがヒョンデの車です。こんな感じ。ここみんな乗ってる。韓国行ったらこういうのよく見ると思う。